アルフィー・ボーは、イギリスのテナー歌手、俳優、ミュージカル舞台にも出演している。2010年10月、ロンドンにある、クイーンズ・シアターで行われた、レ・ミゼラブル25周年記念コンサート、および、レ・ミゼラブル・ブロードウェイ再演に、ジャンバルジャン役で出演したことで知られる。2016年3月29日から、ブロードウェイミュージカル、ファインディング・ネバーランドに、 ジェームス・マシュー・バリー役で主演した。2003年、バズ・ラーマン演出、ラ・ボエーム再演で、他のアンサンブルメンバーと共に、トニー賞を受賞した。イギリス国内において、アルバム総売り上げ100万枚以上を誇る。イングランド西北ブランカ社は生まれ、自動車メーカーで見習い整備士をしていたところ、音楽業界の人物の目に留まり、歌手の道へ、イギリスが、 最も愛するテノールと呼ばれており、イギリスだけでなく世界中に多くのファンを持つ。12歳から始めたドラムはプロ級で、ソロコンサートではその腕前を披露することも、サッカー好きでリバプールの熱烈なファン、料理学校に通ってコックになることも考えたほどの料理好きで知られている。レミゼラブル25周年記念コンサート時の名優マット・ルーカスは、 糖尿病になってもいいと思うほど、アルフィーの作るヨークシャープディングがお気に入りだという。現在禁止中で、禁酒1年祝いとして、妻から、プレゼントされた腕時計を宝物にしている。ポリシーは、ゼアシュッ h ン t TB, A Distinction Between Opera and Musicals, Only Between Good Music and Bad Music。妻は、元俳優のサラ、娘グレースと、息子、 アルフィーの二児の父。自宅はユタ州ソルトレークシティ。1973年、イングランド西北部ランカシャーにて9人兄弟の末っ子として生まれる。初めて舞台に立ったのは14歳の時。フリートウッドのマリンホールにて開催された地方教師主催による劇中歌を集めたステージだった。16歳の時にアマチュアプロダクションにて、カルメニア、イルトロバトーレに出演。 17歳で、ブラックプールの自動車メーカー TVR の見習い整備士になり、仕事中オペラのアリアを歌っていたところ、クライアントである音楽業界の人物の目に留まり、ロンドンでのオーディションを進められる。D、イリー・カルト・オペラ・カンパニーのオーディションに合格した、彼は歌手になるため整備士になるのを諦める。なおこのオーディションを勧めた人物については、名刺を紛失したため、今でも誰なのかは、 謎のままである。1994年、ロンドンのカラオケ大会で、エルビス・プレスリーのサスピシャス・マインドを歌って優勝する。その後、クロンター・オペラ賞、ジョン・クリスティ賞など数々の賞を受賞する。1999年に、ロンドンへ移住し、王立音楽大学、ナショナル・オペラ・スタジオ、ロイヤル・オペラ・ハウスのビラール・ヤング・アーティスト・プログラムにて、正式なオペラを学ぶ。 ザクリント・ブーン・エクスペリエンスのアルバムに参加し、またオペラ、ドン・パスクワーレのエルネスト役で、オペラゴーラウンドプロダクションのスコットランドツアーに参加する。2002年に、ブロードウェイの舞台、オペラ、ラ・ボエームの、配役探しに2年を費やしていた、当時の舞台演出カバズ・ラーマンに見出され、レコーディングキャストとなる。2006年には、イギリスの民間ラジオ放送局、 クラシック FM が立ち上げたレコードレーベルと契約し、アルバムクラシック FM をリリースクラシックチャートで3位になる。同年10月、カンタベリーフェスティバルに出演、ヘイリー・ウェステンラとカンタベリー大聖堂にてコンサートを開催する。同年11月にレコード会社 EMI と契約し、翌年3月にアルバムオンワードをリリースする。2007年は2月に、 クロン男性合唱団とイギリスツアーを行い、3月にはナターシャマー氏ともに初のクラシック FM ウェブキャストコンサートに参加する。同月、英国皇太子事前財団、チルドレアンドザアーツの大使に任命される。4月にレスリー・ヤレット、ビラード・ホワイトらとともにロイヤル・アルバート・ホールで開催された ITV ・ミュージック・オブ・モールス・コンサートに出演する。同年、 クラシックブリッドアワードのベストアルバム賞にノミネートされる。また、マイケル・ボールと共にイングリッシュ・ナショナル・オペラのキスメットに出演する。その中の一曲、ストレンジャー・イン・パラダイスは、マイケル・パー・ーキンソン賞でのライブ音源が2007年6月25日にデジタルダウンロードシングルとしてリリースされた。8月からナポリの曲を集めたアルバム、ラパシオネの制作に入り、 11月にリリースする。8月24日にナターシャマーシュと共にアランデルフェスティバル。10月19日にカンタベリーフェスティバルに参加する。11月10日、ロイヤル・アルバート・ホールで行われた戦没者記念式典に出演する。2008年1月31日には英国皇太子事前財団、チルドレン,ンドザ・アーツとクラシック FM ミュージックメーカーが講演した。 クラシック音楽を子供たちにつなぐ3年計画のプロジェクトのために地元ブラックプールのプレジャービーチアリーナにて地元の子供たち1600人以上とミュージッククエストコンサートの開催を果たした。2010年10月3日、ロンドンの大にーーアリーナにて行われ約3万8000人を動員したレミゼラブル25周年記念コンサートにジャンバルジャン役で出演する。 この模様は日本でも、劇場で上演され、また NHK でも放送された。DVD とブルーレイもリリースされている。この公演の最後には、歴代ジャンバルジャンのコルム・ウィルキンソン、ジョン・オーエン・ジョーンズ、サイモン・ボーマンらと共に、バルジャン・カルテットとして、同演目の代表曲、彼を介してを熱唱する。後日アビーロードスタジオにて再録音され、2010年12月13日に、 事前 CD シングルとデジタルダウンロードとしてリリースされた。また、同年12月16日にエリザベス女王が講演する音楽芸術基金のためのチャリティーイベントロイヤルバラエティパフォーマンスがチャールズ皇太子とコーンウォール公爵夫人隣席の元開催され、この4人で彼を介して第一曲を披露した。2011年1月。 イングリッシュナショナルオペラのためにラ・ボエームとミカドに出演する。3月にはアメリカのアイダホで4月はピカデリーサーカスにあるクライテリオンシアターやトランファルガー広場にてコンサートを行った。5月にロイヤル・アルバート・ホールで開催されたクラシック・ブリッド・アワードに出演する。6月18日にはハンプトン・コート宮殿音楽祭にて取りを務めた。 2011年6月23日から11月26日まで、ロンドンのクイーンズ劇場にて、レ・ミゼラブルに、ジャンバルジャン役で出演する。その間にも8月には、ナショナル公共楽団とのコンサートを、国内2カ所で、開催。9月10日には、ケアードホールでの BBC プロムスラストナイト、コンサートに、出演。11月12日には、ロイヤル・アルバートホールで行われた。 戦没者記念式典に出演するなど音楽活動も積極的に行う。2011年11月からアルフィ・ーボーブリングヒム・ホームコンサートツアーをイギリス国内各地で開催。このツアーのロイヤルフェスティバルホールでの公演は映画館で同時衛星中継され、2012年3月に DVD とブルーレイでリリースされた。ゲストとしてマット・ルーカス、メラニー・シー、 トム・フレッチャーラも出演している。2012年は3月に、オリビア・ニュートン・ジョーのオーストラリアコンサートに、ゲスト出演している。同年に開催された、ロンドンオリンピックの英国代表チーム、チームギガバイト及びパラリンピックのオフィシャルソング、ワンビジョンのシンガーに、キンバリー・ウルシュと共に抜擢され、5月11日に、ウィリアム王子とキャサリン妃が同席のもと、ロイヤル・アルバート・ホールで、 初披露された。6月に開催されたエリザベス女王即位60周年記念式典の一つ、ダイヤモンドジュビリーコンサートにて、ソロで、オーソレミ」を、ツナウアネバーを、またレニー・フレミングと共にバッキンガム宮殿のバルコニーで、サムホヤを歌った。8月には自助殿、マイライフ、マイミュージック、マイストーリーを出版した。この年も、 BBC プロムスの9月のラストナイトコンサートに出演約4万人の監修の前で5曲歌った。同月、ロイヤル・アルバート・ホールで開催された2006年から毎年行われているチャリティーイベントザ・サンフラワー・ジャムに元スコーピオンズ、ホワイト・スネーク、ディープ・パープル、クイーン、アイアン・メイデンなどのメンバーらと共に出演する。10月には カナダ一箇所を含むアメリカコンサートツアーを行った。11月には通算7枚目となるアルバムストーリーテラーをリリースする。12月19日ユニバーサル・インターナショナルより日本 CD デビューしブリングヒム・ホーム、アルフィー2枚同時リリースする。2013年1月から2月は2度目のアメリカツアーを11箇所で行った。3月から4月にかけてはイギリスで。 ロイヤル・アルバート・ホール2日間を含むアリーナツアーを17公演を行い、うち15公演でチケットが完売となった。同年5月、チャールズ皇太子より王立音楽大学にて特に顕著な功績があったものに贈られるフェローシップの称号が授与された。同じく5月にアメリカの戦没将兵追悼記念日コンサートに出演し、ソロで彼を返してや、 コリン・パウエル元国務長官らと合唱にも参加した。この年の BBC プロムスは、スコットランドのグラスゴー会場に出演した。映画、グレーズ・オブ・マイ・ハートの劇中歌、ゴット・ギブ・ミー・ストレング、メラニー・シートのデュエット1曲、エルビス・プレスリーの楽曲をメドレーで3曲歌った。2014年3月15日、ソウルにて開催された。 繁栄修行131周年記念音楽会2014春の音に韓国のソプラノ歌手キム・ヒジョンらと共に出演クラシック曲や映画音楽などのほか、韓国の楽曲懐かしい金剛山を完璧な韓国語で歌い上げ観客を魅了した同年イギリスの人気テレビドラマセルフリッジ英国百貨店シーズン2にゲスト出演2015年には ザフー結成40周年の記念アルバム、クラシック・クアドロフェニアでメインボーカルを務めた。同年9月1日から2016年2月28日まで、ニューヨークのインペリアル劇場にて、レ・ミゼラブル、ジャンバルジャン役として出演。また、同年3月29日より、ラント・フォンナ劇場で、ファインディング・ネバーランド・ J.M. バリ役で出演した。2016年からは、 親友マイケル・ボールとタッグを組み、ファーストアルバム、トゥギャザーは発売から5週間で50万枚を売り上げ、2016年のダブル・プラチナに輝く。イギリス、アメリカ、オーストラリアで開催されたトゥギャザーツアーはソールドアウト続出。2017年10月には2人の2枚目のアルバム、トゥギャザー・アゲーをリリース。発売されるや、いなや、 全英オフィシャルチャート1位に輝いた。2018年2月には2人で初来日東京で3公演が予定されている。ありがとうございます。